皆さんこんにちは。正義と秩序を基調とした国際平和を希求するために我が国は公選権を捨てました。しかし今この国際平和を支えるところの正義であるとか法であるとかそういったものを踏みにじり、そして秩序まで変えようとしているのが中華人民共和国なんですね。そしてあの国の中華民族の偉大なる復興であるとか人類文明共同体の構築といったこういった国家目標は全てあの覇権主義国家を名刺とした新たな世界秩序を構築するというものでありまして、あの国から見ればすぐ隣の日本は、このアジアの教訓の日本は真っ先に属国にすべき対象となっているわけなんです。そして実際に日本がそのようにあの国に従属しなきゃならない可能性は高いんですよね。例えば南シナ海、今シナの軍事力、支配権が及びつつありますし、東シナ海にしても日本人はあの尖閣諸島近づけずにいるんですね。それから西太平洋海域にしても今あの国の軍事力従者に伸長しているわけでして、もしここでかつての鳩山政権のような反米親中政権が誕生したら、日本は本当にシナの属国の道を転げ落ちることになるわけなんです。そうした時にあのシナの前に立ちはだかっているのが、それともあの国から見て障害に映っているのが実は安倍政権なんですね。あの強い日本に仕事をしているわけですね。あの人民日報昔こう罵りましたよ。日本は二度と戦争しないと誓い、そして平和憲法を作り公正権を否定したのに、安倍はそれを変えようとしている。再び軍国主義を復活させ凶暴な民族性を発揮し世界の平和を破壊しようとしているって、そこまでヒステリックに書き立てました。それほど安倍さんが怖いわけですね。しかしそのシナと歩調を合わせているのが我が国のメディアや野党といった左翼勢力なんです。彼らの反安倍のプロパガンダとシナの反安倍のプロパガンダは全く一致しているということを皆さんお気づきだと思いますね。一般の人は分かってない。向こうが安倍政権を批判するとき朝日新聞の記事を引用するんですよ。それから朝日新聞やこういう左翼メディア、シナの悪口言わないじゃないですか。批判をしても表面的だけなんですね。それ以上にアメリカを批判し、それ以上に安倍を批判しているわけですよ。かなこれはつながってますというよりも、すでに日本の左翼は中国の操縦下に置かれていると考えてきたんです。これは敵の中に味方を作るという中国得意の統一戦線工作ですね。そしてこの左翼勢力によって安倍政権、その圧力に屈服し、そして憲法9条第2項維持するという考えを持つに至ってしまった。これは左翼に屈したというとともに中国の暴力に屈したと言っていいわけなんです。今中国は勝利の美酒に酔いしれていると思いますね。あの安倍弱いなと、弱い相手を見ると増長するのが中国の民族性じゃないですか。これは本当に危険なことなんです。ああいうことはできない。というわけで今我が国はこれだけ危険な状況にあるにもかかわらず公正権を否定するなどと言って、なぜわざわざこの軍事力足かせをはめるようなことをするんでしょうか。こういったことはですね、シナは喜んでもその他の、あるいは北朝鮮を喜んでもその他の正常な各国各民族は残念がっていると思います。世界中の国は日本が強くなり、そしてシナに対する抑止力になって、あの国の覇権主義の動きを牽制してほしいと思ってるわけなんですから、我々もまたこの国民として誇りを持ってシナおよびその総区である左翼勢力と戦っていかなければならないと思ってます。これまでは憲法を変えれば、主権が完全回復すると思っていたんですが、今は主権が喪失するのばっかり心配になってしまいまして、これから頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。